ますけど、着信音、意外とね、女性着信音を聞いてその男性のセンスを感じるみたいなんですね。これあるのかな、ちょっと私自身聞いたことないんですけど、お経とかね、あの木魚、お坊さんがお葬式の時にポンポンポンってあの木魚の音の着信音なんかあるみたいなんですけど、そういうのとか、あとドリフターズのテーマソング、そういうもの、ちょっとね、受け狙いのもの、受けを狙った着信音っていうのは面白い人なんだなと思ってくれそうなんですが、女性その先まで行ってしまってですね、そう思われたい心理が見えすぎて案外人気がないみたいなんです。私以前 OL 時代、もう17、18年前ですかね、 OL 時代、上司が、太陽にほえろのテーマソングで電話に出てたことがあったんですけど、なんか奥様が喧嘩をするとなんか、意地悪して、ちょっと面白い着信音に変えてしまうみたいなんですけどね、そういう笑い話がありました。携帯電話気をつけてみてください。それからですね、婚活パーティーではおそらくないかもしれないんですが、お友達の紹介とか軽い合コンなんかでありそうなこと、作業着姿で登場すること、電気工事の関係のお仕事ですとか設備の関係、技術職の方が仕事で着ているジャケット、こういうものをそのまま着ていらしたりとかですね、あとは土木作業の日課ぼっか、仕事帰りで時間がなかったとかですね、あまりめかしこむ気軽さを出したいなと思っても、女性の側はおしゃれをしてきているので、この男性気配りがないのかな、私はそれほど気配りをされる存在と思ってもらえなかったのかなと、勘違いされてしまいます。で、作業着姿がね素敵だっていうふうに思う女性も世にはたくさんいらっしゃるんですけど、これはね初対面では控えた方が良さそうです。あとですね、時間のある限りお伝えしますが、ダジャレとかオチを繰り返す、私が個人的にはこれは好きなものなんですけど、合コンなどねパーティー、人の集まるところで楽しい雰囲気にしたいし、お酒なんか入るとね上機嫌になってノリノリになることあると思うんですけど、冗談を言って笑わせたから、笑わせてね受けたから、じゃあもう一回言っちゃえもう一回言っちゃえって何回か繰り返して同じネタを使ってしまうっていう傾向があると思うんですね。でこれはねかえって引いてしまうみたいです。で年齢層がちょっと高めですとダジャレというのがね多くなってくると思うんですね。で私も最近このダジャレ結構面白くて私自身好きになっちゃってるんですけど、ダジャレを言った時にね反応がないから聞こえなかったのかなと思ってもう一回言ってしまう、それはね聞こえなかったんじゃなくて受けなかったかもしれないってことなんですね。これは控えておいた方が無難らしいです。居酒屋の席とかねなんか飲む席でちょっといくつかダジャレをここで披露したいと思いますけど、ちょっと自分で言うのも恥ずかしいですけど、梅サワーはうめえだろうとかね、わあ素敵な洋服着てる、今日はなんか決めてきましたねなんていう褒め言葉に対して、コーディネートはコーディネートとかですね、あと何回も何回も携帯が鳴ってね、でもう電話に電話とかね、こういうダジャレですね、私はすごい受けて楽しいんですけど何回も言うとちょっとくどいみたいですね。私ね自分で言うダジャレ、あんまり気づかれないみたいなんですけど、居酒屋さんなんかでイカが出てくるとこのイカ食べていいかなとかね、タイ食べたいとか、あんまりね意外と気づかれないんですよ、さらっと言っちゃうんで、なんか言い方があるんでしょうね、この馬刺しうまいねとか、このぐらいにしておきますね。
時間がなくなってきちゃったので、じゃあ今度は男性が勘違いしやすい、まあ女性が比較的好きな話題いきましょう。恋バナ、女子は恋バナが好きです。人の恋愛に興味があるんで、男性が思っているよりは過去の恋愛話というのは聞きたいと思います。ただし失恋話に限ります。過去の失恋した切ない話で何か簡単に話せるエピソードがあると盛り上がります。ただね、こういうのはダメです。僕の8番目に付き合った彼女がねとか、こう何番目って数字が出てくると惹かれてしまいますんで良くないですね。でこの男性いいかも、素敵な人かもって思われやすい失恋エピソードちょっとご紹介しますね。僕好きになると結構一途なところがあってね、自分が彼女に尽くしすぎてしまって振られちゃったんだよっていう、こういうエピソード、なんとなく優しいお人柄が伺えて人気が出てきます。まだまだちょっとご紹介したいものがありますけど、じゃあこれは後半にお伝えします。お楽しみに。はい、 OK、 8分45終了。ちょっとオーバーですね。ちょっと次、まあ、それなりに文字量があるので、ちょっと短めに、じゃあ今度いきますね、はい。時計で見てたつもりなんだけど、はい、こちら準備 OK です。はい、では行きます。はい、続いては動画開始です。合コン、婚活パーティーなどで勘違いされやすい言葉や行動について、続きお伝えしますね。これはですね、男性女性どちらにも言えることなんですけれども、興味です。興味、自分に興味を持たれると人っていうのは弱い傾向があります。特にですね、まあ、おちゃらけた冗談話があまり上手でないという男性女性、意外とこれがおすすめです。興味、無理にね、冗談を言って笑わせようとするよりも真面目な話も盛り上がります。で、一旦トイレに立って戻ってきてから、さっきの話だけどもう一度聞いていいかしらとかね、もう一度聞いていいかな、あれはどういうことだったのとかですね、さっき向こうの方でこういう話していませんでした、ちょっと聞こえたんだけどという興味津々モードっていうのは親近感が湧くので良いと思います。この初対面何を話そうかなと迷った時には、興味です。あなたが相手の興味を持つということ、これは大事ですね。それからこれもね、中には男性が勘違いしているということもあると思うので言っておきます。オタク、何か一つのことについてとてつもなく詳しいっていうことは結構女性受けが良いと思います。まあオタクというと何か暗いそればっかりっていうイメージがあるのかもしれませんけど、そんなことないと思います。僕は釣りが好きでね、もう本当に釣り吉オタクなんだよっていうのはむしろ好印象。ただし、こう押し付けちゃうようなね、絶対ゴルフはやるべき、ゴルフをやらない人は人生楽しんでないよっていうようなね、ちょっと押し付けモードになると、ね、ちょっとね強制感が重いなと感じる女性も出てきそうです。何かに詳しいというのは頼りがいがありそうに、なんとなくそういうイメージにつながるので比較的印象は良いと思います。あとね、男性、勘違いしやすいところ、
デザート、甘いものは女性が食べるものというふうに内心ね、かっこ悪くて頼めないという男性も中にはいらっしゃいます。全然そういうこと気にされない男性もこれ両極端なんですけれども、あの女性から見てデザートを食べる男性って可愛いと思う思考、そういう女性が比較的多いです。気配りとしてもですね、これ、まあ、この今の話の中ちょっと別の方向に話が飛んでしまうんですけど、デートの時、気配りとしてね、デザートを注文してあげるとね、最後にそういう気配りがある男性っていうのは比較的モテると思います。で、まあ、一緒に僕もプリン食べるなんて言って一緒に、注文して食べてしまうといいですね。まあ、以上男性に向けていくつかピックアップしてみました。男性が勘違いしやすい言葉や行動、以上です。はい、OK です。3分53分。次は運勢ですか。はい、はい、お待たせしました。それでは運勢の方いきます。はい、Q ランクついたらトーク開始してください。うん、今週のゼロ学運勢、ゼロ学を利用して今週の各支配星の運気の流れをお伝えします。自分の支配星を確認したい方はロミレーで検索して公式サイトのトップページで生年月日を入力すると出てきますので、ぜひ確認してください。今週は出会いの運気が高まる出会いラッキーデーをお伝えします。水星、11月5日、7日、9日。火王星、11月6日、8日、9日、10日。木星、11月7日、9日、10日、11日。海王星、11月8日、10日、11日。月星、11月9日、11日。魚王星、11月6日、10日。火星、11月7日、11日。冥王星、11月8日。金星、11月5日、9日、11日。小王星、11月5日、6日、10日、土星、11月5日、6日、7日、
天王星11月6日7日8日あなたの運気の流れを参考にして楽しい時間をお過ごしください。以上、今週の出会いラッキーデーでした。 OK、 2分10次はエンディングです。はい、それでは中ランプがついたらトーク開始してください。ロミレイ泉のゼロ学心理男と女第5回放送、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りや相談を募集しております。お便りの宛先はロミレイアットマークアルファハイフンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。なお、ご相談の場合は生年月日を必ず明記してくださいね。この放送がアップされるのは11月ですね。もう11月なんですね。毎年思うんですけど、1年があっという間、年齢を重ねるごとに月日が経つのが早く感じられると言いますけど、まさに私はそうですね。これはなぜか、好奇心が、感動が若い頃と比べて少なくなってきているからだそうで、そうですよね。クリスマスも何十回と、経験すると、最初の頃のなんかワクワクしたイベントっていう、そのワクワク感はどんどんなくなってますね。そんな感じで徐々に、わあそこ行ってみたいなとか、あれやってみたいなって思うことが減ってきて、フットワーク自体が悪くなってるからなんですね。旅行なんかで一日中あちこち行って過密なスケジュールこなしてバーッと動き回るとですね、なんか一日すごく長くて充実できたなって感じますよね。まあそんな風に一年を精力的に動いたら長くて充実できるんだろうなと思います。今年ラストスパートを少し動き回ろうかな。皆さんもラストスパート楽しく過ごしてくださいね。それではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手はロミレイ泉でした。 OK、 2分30終了。次は6回放送です。こんにちは、ラミレイ泉です。
ゼロ学心理分析男と女。この番組ではゼロ学という運命分析学を利用して今よりもっと素敵な人生を歩んでいただくためのヒントを提供していきます。ゼロ学とは厳密には占いではなく、人の運命を科学的に捉えた運命分析学です。今回は6回目の放送です。毎週日曜日に更新しておりまして、10月からお送りしているテーマはクリスマスまでに恋人を作ろうです。現在恋人がいる人や結婚している人はビジネス上の出会いという意味合いでご参考にしてください。今回は自分に合った人、相性についてお話ししてみようと思います。あなたにとって合う人ってどんな人なんでしょうね。俳優の三浦友和さんが相性という本を書かれました。友和さんは今年で60歳、桃江さんは53歳。友和さんが28歳の時で結婚されたので結婚生活32年です。32年を振り返って本にはこう書いてあります。私は素晴らしく相性の合う女性と出会い結婚できたと言える。出会いから30数年幸せに暮らせているのだから多分間違いではなさそうだ。友和さんと桃江さんの本質分析しますと、これはですね、正反対と言っていいぐらい真逆の価値観を備えています。真逆ですから、このカップルは相手を尊重して生きることが運命づけられているんです。相手を尊重するカップルの特徴は、全く自分と異なる価値観を持ちながら尊重しているので、お互いのいいところすごく尊重していますから悪く言うことがないんです。友和さんのテレビのインタビューでは32年間一度も喧嘩をしたことがないとも言ってました。割と信用されないとおっしゃってましたけれども、これは本当のことなんだそうです。相性だけじゃない、相手を尊重できる精神力、気持ちのゆとりというのが必要ですね。さて、あなたにとってどういう人が合うのか、この後お話ししていきますね。それでは最後までお付き合いください。はい、OK、3分10ついたらトーク開始です。恋人にするなら、結婚するなら、あなたには一体どういう人が合うのでしょうか。こう考えた時、自分の好みのタイプの人ってポンと浮かんできますか。男性だったらこういう女性がいいなって人物像が頭に浮かびますか。テレビでね、よく見るアイドルの女の子とかドラマや漫画に出てきた主人公を想像してああいう感じがいいななんて浮かべます。それとももっと身近な人物、友達の彼女とかお姉さんとかお母さんとか、自分に合う人どんな人かなって考えるのには、いろんな人を思い浮かべて考えるのではなく、まずはその反対のことをした方がいいです。反対というのは自分、他人を浮かべるんではなくて自分です。自分という人間について理解を深めること、
まずはこれをしないと自分に合う合わないは浮かんでこないものなんです。一般的にどんな人が好きって聞きますと、優しい人が好きって皆さん答えます。でも優しいって何でしょう。どういう時に優しいなって感じるんでしょうか。実はこれ人によって感じ方が違うんです。例えばですね、あなたが一番優しさを感じるのはどれでしょうか。私これから3つお伝えしますので、その3つのうちから1つ自分が優しさを感じるものを選んでみてください。まずよろしいですか。1番目、言葉遣いが丁寧な人、口調が柔らかくて、傷つけない表現をしてくれる人、こういう人に優しさを感じる、これが1番ですね。2番、言葉は強めだけれども励ましたり褒めてくれる。厳しいかもしれないけど自分のためを思って熱心に良いと思うことを勧めてくれる、これが2番です。3番、欲しいものをくれる。至れり尽くせり、お世話をしてくれる、これが3番です。あなたはどれに一番優しさとして反応しますか。例えばね、この1番、言葉遣いが丁寧、口調が柔らかい、傷つけない表現をしてくれる、こういう方の本質を分析しますと、平和主義、平和主義といっても、正義をかざすというよりは、事なかれ主義的な平和主義ですね。それから曖昧なことに価値を感じる、どちらでもないという中間なところに収まることが平和を、作れるんじゃないかって、そういう曖昧さを求める心があります。それから意外とね、言葉遣い丁寧とか、傷つけない表現、これナルシストな方にも多いですね。で、このね、裏側の本能に、自分が誰かに頼りたいっていう人も、こういう方も多いです。それから依存心がある人もありますね。それから2番目、言葉遣いが強いが励ましたり褒めてくれる、厳しいけどためを思って熱心に良いと思うことを勧めてくれる、こういう方の本質っていうのは割と意志が強い人が多いです。自分の考えが正しいという強いこだわりを持っている方、姉御肌だったり亭主関白な感じですね。で、傾向としては、自由人、同じように意志の強い人っていうのは、ちょっと合わないかなっていうところがあります。で、3番目、欲しいものをくれる、至れり尽くせり、お世話をしてくれる、こういう方の本質というのは、物やお金に価値を感じる方で、どこか依存したり甘えん坊さん、意外とね、至れり尽くせりの方、一生懸命だけやってくれる人っていうのは、自分がやってほしくて やるっていう人、本能がね、甘えん坊さんっていうの結構あります。こういうふうに優しさといっても、感じ方、捉え方、そしてその向こうにある相手の本質というのは違うものがあるんです。はい、OK、 5分49、はい、
トーク2いきます。自分に合う相手ってどういう人？これを考えるときに、ぜひ軸にして考えてほしいテーマがあります。これを考えると、人生の長いスパンで幸せになれます。まずね、恋人とお付き合いすると、その先は、一緒に住む、結婚するケースが多いです。恋愛するなら、結婚生活までうまくいけそうな相手が良いですね。なんでそんな風に考えるかっていうと、結婚観っていうのは人生観に、その人の人生観につながってくるものなんです。ですから、そこへ人生観に、相手が、侵入した時に変わってくる。恋人でいるうちはいいんですが、だんだん結婚の話が出てくるようになってから、結婚を意識しだしてからギクシャクしてしまうカップルってものすごく多いんです。だから恋人選びのポイントは、自分の結婚観がどういうものなのかしっかり分析しておくことが大事です。要するに、結婚観が自分の人生観であるということ、結婚するしない、今しないからいいよというよりも、そこを考えるとね、自分の人生観っていうものが出てきますので、まずどういう自分がですね、どういう結婚生活を送りたいのか。でもね、皆さんそれを聞くと、そんな、結婚生活ってみんな大体同じなんじゃないのっておっしゃるんですね。結婚っていうのは夫婦が一緒に住んで子供を産んで家を建てたりしてとか、なんかそんな一般的なライフサイクルをイメージするみたいなんで、普通でいいよって思いますっていう方多いんです。でもね、この結婚観、こうやって大雑把になりやすいんですが、みんな同じだろうと思ってるんで、後で問題が起きるんです。結婚観は人生観につながってます。人それぞれ違います。微妙に違う、正反対のほどに違う、確実に違うという違いがあるんです。で、生活そのものはこの個人のね、本能的な幸福感で成り立つものだから、相手に合わせようとしてもある程度はできるんですけど、あまりに違いすぎると限界があるものなんです。これを知っておかないと、何年も付き合ってから、もっと言えばですね、結婚してから、こんなはずじゃなかったと後悔することもあるんです。結婚してからの人生の方が長いですよね。自分という人間はどういう結婚をしたか、したいのか、生き方として考えてみましょう。ではまた、これからあなたに質問です。3つの中から選んでください。どんな結婚生活がしたいですか、これはですね、運命分析ですから、とっても広い、大きなところで考えてほしい。常識的な頭で考えないでくださいね。頭でいいこととか悪いこととかってジャッジせず、本能のまま、なんとなくいいなって素直に感じたものを選んでみてください。少し私、極端な表現をしますね。3パターン言います。全部大事っていう答えはなしです。自分の心に注目して、心がちょっと揺さぶられる感じを見つけてください。よろしいですか。では目をつぶってください。自分がしたい結婚生活を想像してみてください。1番、夫婦ともに協力し合ってバリバリ稼ぐ、合理的でお互い自由を尊重する生活、遊びながら遊びを取り入れて楽しく暮らしたい。これが1番です。では2番、安定した生活、常識世間体を重んじる、将来困ることのないよう計画的で堅実な生活、じっくり財を作っていきたい。これが2番です。3番、
平凡でもいい、お金ではない、世間体でもない、うちはうち、家族みんなが健康で、それぞれが伸びやかに、愛情あふれる温かい家庭、いかがでしたか。3つ、この生活パターンは思考となる本能がすべて異なります。例えば1番と2番の思考の方が一緒に暮らすには、どこかでお互いが譲歩し合わないと、片一方だけに全部合わせてしまうと大きな苦しみを片方が味わうことになってしまうんです。自分に合った人を考えるヒントは結婚観、自分が結婚をどんな風に考えているかということを軸に見つけていくと、ぴったり合う人を見つける確率が高いものなんです。5分42。今週のゼロ学運勢。ゼロ学を利用して今週の各支配星の運気の流れをお伝えします。自分の支配星を確認したい方はロミレーで検索して、公式サイトのトップページで生年月日を入力すると出てきますので、ぜひ確認してください。今週は出会いの運気が高まる出会いラッキーデーをお伝えします。水星、11月13日17日。火王星、11月14日16日18日。木星、11月15日17日。海王星、11月12日16日。月星、11月12日13日17日。魚王星、11月12日13日14日。火星、11月13日14日15日。冥王星、11月12日14日15日16日。金星、11月13日15日16日17日。小王星、11月14日16日17日18日。土星、11月15日17日18日。天王星、11月16日18日。あなたの運気の流れを参考にして楽しい時間をお過ごしください。以上、今週の出会いラッキーデーでした。はい、OK。 2分50。
はい、次エンディングです。泉のゼロ学心理男と女第6回放送、お楽しみいただけましたでしょうか。この番組では随時お便りやご相談を募集しております。お便りの宛先はロミレーアットマークアルファハイフンレディオドットコム、またはアルファ公式サイトにある私の番組ページよりメールフォームで投稿できます。またご相談の場合は生年月日を必ず明記してくださいね。そうですね、コメント のコンサルタント運営コメントをされる方から の、まあ、アドバイスですね。なんかコメントを書き回してっていうことなんですけど、これはここに書いてあることに言葉でお答えしちゃっていいってことなんですかね。ぜひ言葉でよければお答えさせていただきます。で、そうですね、第1回のコメントの時にですね、ドレミンさんとか、なんかロミレっていうのがちょっとどうしてかなって、そんな名前どうしてかな、日本人なのにと思ったのかもしれないんですけど、そういうふうに書かれてたのでちょっとここでご紹介しますね。まだねこの名前の由来をお話ししていなかったので、でロミレー泉というのはゼロ学の創設者が、生前に作ってくれた名前なんです。で、泉というのは私の旧姓の苗字です。でロミレーはゼロ学のゼロ、数字のゼロというのは零と読みますよね。ですからゼロ学の鑑定士は全員零という文字が名前についてます。で漢字で書くと命令の零、号令の例なんですね。で私の場合は、創設者の先生がカタカナでくださったのでそのままになってるんですけど、本名がひろみという名前なのでそれを取って、ロミレになったんです。最初はすごい違和感があったんですけども、他 のお弟子さんは、漢字で例なんですけど、私はカタカナだったのですごく違和感があったんですけれども、すっかりもう今はロミレーと呼ばれることになれました。親しみを感じますので、ぜひ皆様もロミレーに馴染んでいただけたらと思います。寒くなりましたが、お風邪などひかれないように気をつけてくださいね。それではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手はロミレー泉でした。OK、 3分14、次は写真です。はい、映像はまだやめておきますか、コメンタリー。あ、そうですね、慣れたらじゃあそのうち。わかりました。じゃあ次写真です。はい、はい、撮ります。はい、1枚だけでいいですか、あともう1枚撮ります。あ、これってじゃあ大丈夫ですか。はい、いいもん悪いもん
仮のまま。はい、じゃあ放送の方失礼します。はい。